ガチンコマイルチコ。今日も始まりました。元気な声が聞こえたと思いますけれども、スペシャルゲストをお招きしております。河内さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。河内さん、あれですね、マイクを変えたってことですごく声の通りがいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ガチンコマイル塾の YouTube でですね、河内さんは過去何度もですね、ホテルライフのアウトプットをしていただいてるんですけれども、今日もですね、していただけるということで、何度かご紹介をさせていただいてますけれども、ご自宅を売却されて、もうホテル住まいを数年間されているということで、昨年はもう220泊ですね、ホテルに宿泊をされていて、ハイアットをですね、どうやら来年もグローバリストの要件の60泊分ももう予約済みということなんですけれども、これはもうすでに来年の年間の予約リストができてしまっていると、そういうことなんでしょうか。そうですね、今はもう70泊超えました。なるほど、素晴らしい。ホテルのステータスだけではなくてですね、河内さん本当に日本国内以外を飛び回ってますので、アナのダイヤモンドもお持ちということですね。あとお仕事関係ではですね、本当に多彩で、一級建築士をお持ちで、そういった観点からこうホテルのレビューをいただくというのも非常にですね、私も勉強になってるなというところでございます。あとは人の才能を開花させるコンサルタントの仕事もされているという、そんな多彩な河内さんでございますけれども、今回はですね、ハイアットハウス金沢にご宿泊をされたということで、その話ということでよろしいんでしょうか。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ハイアット系列で金沢っていうといくつかホテルがあるようなんですが、ちょっといくつかご説明をいただいてもよろしいでしょうか。はい、まずハイアットハウスは今日本の中で金沢は一つなんですよね。なるほど、はい、うん、で来年かな、2024年の春に渋谷にね、ハイアットハウスが誕生するんですけれども、本当に今日本で唯一のハイアットハウス金沢ですよね。これ中長期型ホテルって言われているタイプのホテルですので、ね、いろいろなハイアットの中で結構特殊的な、ね、そんなホテルだと思います。なるほど、非常にこう特徴がある、まさに日本で今のところ唯一金沢にしかない、そういう特徴のあるホテルということですね。そうですね、はい。金沢にあるもう一つのハイアット系のホテルっていうのはどういうホテルなんでしょうか。金沢の、まあ、駅の、ね、裏口の方になるんですけども、ハイアットのセントリック金沢というのが、ね、横にあるんですよね。その2つのホテルがもう併設されてるっていう、そういうことなんですか。そうです、もう2つほんまに真横にこうツインビルような感じでね、立ってます。うん、なるほど。宿泊される方からすると、こう2つハイアットがこう並列されてるということなんで、どっちに泊まろうかななんていう方もいらっしゃると思うんですが、ホテルの違いはどういうところにあるんでしょうか。前もちょっとお話ししたと思うんですけど、コンセプトの違いっていうものがね、あるんですよね。どうしてもセントリックの金沢とハウスの金沢になってくると、真横にあるっていうこと、同じコンセプトでやってしまうとね、おかしくなってしまうので、全然コンセプトが変わってくるわけなんですよね。なるほど。そうすると今回のそのお泊まりになったハイアットハウスのコンセプトっていうのはどういうところにあるんでしょうか。ハイアットハウスは中長期型ホテルっていうことで、旅の中に暮らし生活、そういうなのを入れ込んでいく、そんなコンセプトになってるわけなんですよね。だからもう私的には一番こうありがたいハイアットハウスのコンセプトなんですよ。街に暮らすように過ごす旅、これが実はこのハイアットハウス金沢のコンセプトなんですよ。なるほど。基本的にはこう中長期滞在型のホテルということなんで、そういった設備も揃ってるっていう、そういうことなんでしょうか。そうなんです。だから当然長く住もうと思うとキッチン必要ですよね。で当然浴槽も必要ですよね。で部屋もある程度広くないとやはり長く住めないですよね。そうですね。そのような設備が全部部屋の中に揃っているっていうことなんですよね。なるほど。洗濯をするランドリールームなんかも揃ってるんでしょうか。ランドリールームは部屋の中にはないんですけども、フロアの中にランドリーが、ね、ありますので、それを使えば問題なくランドリーができます。非常にこう中長期的に宿泊をすると、そういったものかなというふうに思います。はい、お隣にあるセントリックっていうのはどういうコンセプトになるんでしょうか。セントリックの方は暮らすというよりもホテル自体をもう少し楽しむ、芸術っていうことも当然出てくるし、ホテルの中にラグジュアリー感を少し入れた、そんなイメージを持ってもらえればいいんじゃないかなと思うんですよね。すごくこだわりがあります。朝食、金沢の食材をメインにしていたり、レストランもそうですよね。いろんな企画をされてるんですけれども、やはり金沢という食材というものをすごく意識されている、そんなホテルでもありますね。なるほど。そこはもう明確な違いということですね。セントリックがやっぱりホテルステイ自体はこう楽しむ、そうですね、
地のものを使ったものをたくさん扱ったりしてですね、はい、そういったものを楽しむ。で一方で、ハイアットハウスの方は中長期的に自分の生活スタイルをそのままそこで体験することができる、そんなホテルということですかね。そうですね、今の自分の暮らし方をホテルに当てはめるみたいなイメージですね。実はハイアットは今ご説明した2つのホテルが金沢の駅のすぐそばにあるわけなんですけれども、マリオットですとかヒルトンとかまだ金沢にないので、そういった意味で言うともうハイアット自体とあとはもう金沢を非常に楽しめる、そういったホテルかなというふうに思います。今回お泊まりになったハイアットハウスなんですけれども、河内さん流のそのハイアットハウスへの行き方があるというふうに伺ったんですが、そのあたり少しご説明いただいてもよろしいでしょうか。そうですね、ハイアットセントリックもハウスもそうなんですけれど、やはり玄関口は金沢の駅ですよね。通常で考えれば新幹線で移動したり、関西から来る場合はサンダーバードでね移動したりだとか、まあいろいろこうあるとは思うんですけれども、私はあえて飛行機で小松空港に降りて、でそこからリムジンバスであったりだとか JR を使いながら金沢駅に行きますね。なるほど。聞いたところによるとハイアットハウスを直接目指す方であればそのままリムジンに乗って直行するような方が多いかなと思うんですが、また川下さんの場合はちょっと違った行き方をされているというふうに聞いたんですけれども、どのようにこうアクセスされるんでしょうか。一番最短で行くならばリムジンバスで小松空港から金沢駅まで出てるんで、それで行ってしまうと早いんですけれども、私の場合はあえてですけど小松駅に向かうんですね。私実はお寿司が大好きで、やっぱり金沢北陸新鮮なものがやっぱりたくさんありますので、ね、金沢ですとね観光地になってるところがたくさんあるので、小松駅の周辺って穴場が結構多いんですよ。そこでちょっとお寿司を食べて、そしてから JR に乗って金沢駅へ向かう、これが私流の行き方ですね。穴場の食事どころっていうのはですね、旅好きの方っていうのは興味が非常にあるかなというところかなと思います。川内さんがですねガチンコマイル塾がこう主催しているプライムトラベルというですね旅行メディアサイトにもたくさんの記事をですね投稿いただいておりまして、その中でまさにお寿司の話が出てきますので、興味がある方はですね概要欄にプライムトラベルのリンク貼っておきますので、ぜひそちらもですね見ていただければいいかなというふうに思います。そんなハイアットハウスですけれども、今回冒頭ご説明いただきましたけれども、中長期的に暮らすホテルということで、部屋の中もですね少しゆったりとしたキッチン付きのお部屋があったということで、実際どういったお部屋にご宿泊されたんでしょうか。